皆さんこんにちは、レンゲのはちみつです。今日は冷蔵庫の整理をしていきたいと思います。冷蔵庫がね、ちょっといろいろごちゃごちゃしてきたので、年末も近いし掃除することにしました。はい、こんな感じですね。まずはね、全部中身を取り出して、はい、トレーも取り出して、でトレーはトレーでまず洗っておきます。で、私これね、取ることはできるんですけど、なんかね、入れることができないので、夜までとりあえずこのトレーは洗って、乾かしておきました。はい、でこの状態でアルコールで拭いていきます。で結構ね、そんな汚れてないかなと思ったんですけど、やっぱこのね、マヨネーズとかケチャップ入れるところの下とかね、あと意外にね、その製氷機の水を入れてる奥の部分とかね、どこからゴミ入るんでしょうね、結構汚かったですよ。はい、あとは出てきたのがこういう細かいものですね。開封済みのもので、あとちょっと残ってるみたいのがたくさんあったので、ホーローの容器にまとめることにしました。はい、塩昆布、これも空いてる途中のものですね。でまだ期限が切れてないものとかはトレーに入れていきます。ごまはね、全部で4種類でね、料理する時全部使うんですよね。それぞれ使いますので、これも取っておきます。はい、あと青のり、これはね未開封なんですけど、あとはすだちうどん、これはこの後食べました。はい、カルパッチョソースはちょっとね、期限が切れちゃってたので、あとはこの塩キャベツ、これもね残り1袋あったので、これはこの後使いました。ひろしですね、ひろしだけ残ったんですよ。これゆかりとかなくなって、ひろしはまだ残ってます。わかめご飯もまだあと3回分ぐらい残ってますね。はい、コンソメも全然使います。いぶりがっこ、これそうめんのつゆ、この後使いました。はい、カラメルシロップはまだあります。2袋残ってました、取っときます。はい、わさびもこれはまだ開封してないので使います。からしもこれ使えるので取っときますね。あとちょっとだけの片栗粉、このお好み焼き粉はこの週末使いました。お好み焼きを作って、焼きふももうないですね。すじこじゃない、これは寿司の粉でしたっけ、お寿司を作るときに入れる粉、これは取っときます。はい、こんな感じですね。はい、こちらはもう消費済みですね。はい、夜になってトレーを戻しました。はい、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。